こんにちは、ブルーホスです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。まあね、今回ちょっとめんどくせえボスと当たることになるんで、まあ、のらりくらりとね、やっていこうかなと思うんですけど、なんかすごい宙に浮いてる感じする。あれ、なんかちょっと重いな。若干重いな。まあまあ、まあ、やってるうちに多分パソコンが慣れるでしょう。うん。まあ、それはいいや。なんか、ブームってあるじゃないですか。なんか、ね、歌とかさ、食事とかさ、なんだろう、遊びとか、うん、なんかそういうのがあって、僕ちょっと前に2月終わり3月くらいに遅ればせながらレコード大賞を取ったシトラスって曲にめっちゃハマってて、なんか一生歌ってたみたいなこともあったんですよね。うん、だそんなんがあって、最近ハマってんのがね、島田紳助さんの YouTube を見るっていう。紳助さんのさ、あの話とかってさ、超面白いんですよ。なんか日常生活のことを、あ、こんな風に語ったらこんなにも面白く聞こえるんだとか、なんかその絶妙なその攻めるタイミングと引くタイミング、それもその引くっていうのが、その押すのをなんかグッと引くとか、そんなじゃなくて、シンプルに、え、何それみたいな、本当にそのドン引きの意味のその引くみたいなね、そんな話とかがあって、こいつめんどくさいから本当嫌いなんだよね。そう、強いか弱いかで言ったら強くないんだけど、ただめんどくさい、あと気持ち悪いってね。うん、ただ地味に腹筋割れてるのがさ、何パックなんだろうね。なんかね、なんか20パックくらいありそうな感じの、もっとあるかもしれないね。うん、っていうそんな感じなんで、もうそんな感じなんでどんな感じなんでって話なんだけど、うん、そう、だからあんなね、なんか日常で起こることをこうみんなが聞いて面白いと思えるように伝える技術っていうのがやっぱすごい大事だなっていうのは、こう最近というか、まあ見るたんびに思うんですよね。こう、あぶれ、うん、そんな感じなんですよね。だからああいうその話術っていうの、だから話術って、僕もそのこういう場だとどうしてもちょっとゲーム、まあ言い訳だけどゲームをしながらになると、あ、ちょ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 、ゲームをしながらになると、こう手元でコントローラーをやって、目でこうね、そう、あの操作っていうか、キャラクターを動か、目でキャラクターを動かせん、目でキャラクターを動かすのすごすぎじゃなくて、あの目でね、その画面を見ながらで、かつその手をカチャカチャ動かしてで喋るって、なかなかやっぱ結構大変なんですよね。大変なんだけど、あのやっぱ大事なのは、そのまあどれだけ上手に喋ることができるかっていうこともすごい重要なんやけど、それだけじゃなくって、あの喋りを聞いてもらいながら、どれだけその聞き手がイメージを持って話を聞けてるかっていうところなんですよね。例えばじゃあさ、あの蜂に刺されましたっていう話をした時にさ、昨日蜂に刺されてとかっていうだけを言われても、ああそうなん、痛かったねで終わっちゃうんですよ。なんでかって、あのその刺されたっていう具体的なイメージが湧いてないから、果たして本当に刺されたかどうかっていうのがちょっとわからないって、そんな感じになっちゃうんですよね。ところが、あの実際ところが、蜂に刺された時の情景っていうのをちゃんと伝えることができれば、その痛さとか、どんな風にして蜂が飛んできたのかとか、その蜂の色はどうだったのかとかっていうのを、あのちゃんとね、あの見ることができれば、イメージさせることができれば、蜂に刺された、痛そう、大丈夫っていう風に、ね、聞き手の方がね、むしろ心配してくれるみたいになるんですよ。あ、間違えた。そう。ね。だから、例えば僕は蜂に刺されたことがないんですけど、部活のその同級生が蜂に刺されたことがあるんですよ。で、その時そいつどうなったかっていうと、こう普通に外で、あの体育館が開く前に、まあ、パス練をその同級生同士でやってたんですよ。そしたら一人のやつが、まあ、いじめっ子気質があるやつなんで、急に片手で本気で投げ始めて、やめろやめろみたいな風にこう受け手の蜂に刺されたやつが言ったんですよ。結論言っちゃってるけど、そしたらあのバーンって腕に当たった瞬間があるんですよね。その腕に当たった瞬間、痛いよってなんかずっと言ってるんで、そんなみんなその周りで心配するどころか、なんかそんな大げさに痛がって何気引こうとしてんねんみたいなことをみんなでガチャガチャって言ってたんですけど、ずっと痛いって言ってる頃、どうしたんと思ってボール見てみたら、潰れた蜂がおるんよ。わかります？ボール投げて腕に当たります。で、その時ボールがぶつかる瞬間に、たまたまその蜂が腕とボールの間に飛んできて、でそれが見事にぐさって刺さって、でそのままボールで蜂がぶちゃって潰れたっていうね。だから普通その腫れ上がって赤くなってくると思うんですけど、刺されたら。それだけじゃなくって、その
潰れた時についた蜂の色素っていうのか皮膚の色っていうのか分かんないけど、なんかちょっと黄色みが帯びてる感じだったんですよね。まあ、何蜂に刺されたかもさすがに僕も覚えてないんだけど、そんな感じなんですよね。で結局そいつはあの練習ができずに病院送りになって、そのまま今日は帰った、その日は帰った、そんなオチになったっていう。どうです、イメージ湧きましたで、まあ、これがその面白いかどうかっていうよりも伝わるかどうかっていうことで考えたら、まあイメージ結構持ててもらえたんじゃないかなと思うんですけど、だから僕なんか勉強会とかよくね、その仕事とかでやったりとかするときに、じゃあその商売してほしい、その売ってきてほしいアイテムとかっていうのが、相手がどんな風に売るのかで、その商品がそもそも一体どういうものなのかで、その商品を売ったらお客さんがどんな得をするのかとか、自社がどんなそのメリットを得られるのかっていうことを事細かにやっぱ伝えるっていうことが大事なんですよ。でところがやっちゃう人たち、やっちゃうっていうのはその勉強会とかその製品の紹介するけどいまいちうまく売れない人たちで、あるいはその勉強会をやった相手の代理店さんとかにうまく伝わらない人たちってどういうことが原因になってるかっていうと、商品の良さばっか伝えちゃうんですよね。まあジャパネット高田さんくらいその上手に製品の良さ伝えて売れたらいいんですけど、 あれなんかは本来はそのなんて言うんだろう、その販売のその心理学的には全然ね、あの条件として満たせてないんですけど、でもあれはもうそのジャパネット高田っていうブランドがあるからみんな買おうかなっていう風な気になっているっていうだけでね。うん、OK、沈んだね。そう、本来はそのあの心理学的というか、これ別にまあ心理学あんま関係あるわけじゃないんだけど、そのね、あのなんだっけ、ゴールデンサークルっていうのがあって、人間の心が動かされるのは一体どこからかっていう話をした時に、Why, How, What っていうのがあるんですよね。要はなぜそれを買うのかで、どうやって買うのか、何を買うのかみたいなね、そういう話なんですよね。うん、で、あ、意外と攻撃力高い、あれ 30% 減のアーマーつけてるのに、うわこいつに殺されると思ってなかった、うわ松代までの恥だ、はずやっちゃったね。まあいいや、まあもうなんかワンパートワンキルっていうのはなんかもうあるあるっていう感じになってるんで、はい、ってことでもうさっさと沈めます、顔面そうだから、何のためにそのうちはこのその代理店さんに商品を売りたいと考えてるのかですよね。でそれからその代理店さんがそれを売ることで自社がどんな得をして、でお客さんはどんな得をするのかっていうイメージをきちんと作ってあげるっていうことが大事になってくると、うん、あるいはその買ったはいいけど使いこなせてないってなったら意味がないんで、じゃあ使ってるイメージはどうなのかとか、そういうのをきちんとストーリーに沿って、いやこれを買うとこうなってで、それを使い続けると会社のこういうところの業務が良くなりますよとか、こんな声が上がってくるようになります、一定なりますよとかっていうのをちゃんと細かく伝えられるようにしておかない しないといけないですよ。ところが多くの人たちっていうのは、あのこの商品買ったらこんないいことがあって、こんないいことがあって、この商品はこんなことができて、あんなことができてみたいなことをなんかベラ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 言うんですけど、いや商品の良さなんかそんな大してどことどこ変わるの、あのが違うなんていうのはあんま関係ないですよ。じゃあ皆さん例えば au とドコモとソフトバンクのキャリアを使いますってなった時に、どの会社がどう違うかなんて具体的に言えますか？じゃあ料金はどうかとか、回線のスピードはどうかとか、それから使ってたらそのキャンペーンやらその周辺でどんな得をするのかとかっていうのを事細かにエンドユーザーである我々が使えるかって話せるかって言ったら、そうはならないわっていう話なんですよ。うん。ね。まあ、それはもちろんそのキャリアを使って、売ってるというかキャリアを売ってる人たちはソフトバンクだったらこんなメリットがあって、当然競合調査もしてるだろうから、 au はこんなデメリットがあって、ドコモはこんなデメリットがあってとかっていうのを伝えると思うんですよ。うん、僕は au ユーザーだったのが、まあもう au 辞めて今は別の格安キャリア、格安SIMかにも切り替えてるんですけどね。うん、そういうところなんですよね。うん、だからどう、まあイメージをきちんと持たせられることができるかどうかっていうのが、まあ、結構話術においてポイントになるなっていうのは、やっぱ島田紳助さんのね話してる時に、例えばそのなんだろうな、風間寛平さんとそのなんか待ち合わせ、夜食事に行きましょうって待ち合わせをしたっていう話なんかも、その風間寛平さんが結局合流できずに迷子になって、なんか市場かどっかの閉店したところ、閉店じゃないや、
お店が閉まったところをなんか一人ポツポツ歩いているっていうなんかシーンがなんかそういう話をしたんですけど、もう映像が普通に浮かんできますもんね。風間寛平さんがうわーしんすけと一緒に行く店どこやみたいなのこうなんかめっちゃ迷ってるみたいなああいうねトークっていうのがね、まあねちょっと中にはそのしんすけさんをなんかすごい毛嫌いする人とかもいるみたいですけど、やっぱね人とのコミュニケーションというかそのこちらから相手に伝えるっていう話術を勉強するっていうことで見ていったら、営業マンの人はその別にしんすけさんになれとかじゃないけど、しんすけさんの組み立て方っていうのは絶対勉強した方がいいっていうふうに思いますよね。どこまで行こうかな。もう間もなくクラウザーと戦うんだけど、クラウザーと戦うのが結構ね、なんだろう、ちょっと長期戦になる感じがするんで、一旦もうここで、OK。もう、ショッタマがね、あまりに余ってて、トランクケースをちょっと圧迫しすぎてるんで、本来こんな使い方をするもんじゃねえぞっていう感じがするんですけど、まあここはもうどんどん積極的に使っていくのか、ハンドガン代わりみたいな感じで使ってる気がするけど、まあそれはそれでいいかなと思ってもうあと1回黄色ハーブ使ったらあれかな、もう体力マックスになるかなだね、多分そうだよね。でも敵もいないし OK。 じゃああそっか、じゃあ手前くらいで確かセーブポイントがあったと思うんで、そこで終わりにしようかなと思います。うん、ね、なんかね最近ちょっと短いパートが続いてるんですけど、喋る分にはねすごい楽なんですよ。なんか最近ね結構なペースで頻度こうちょこちょっとバイオ4やってるから、で商談もね結構ね僕ヒアリングが嫌いっていうか苦手で、なんかうまく聞き出せないから一方的にベラベラ喋るんですよ。一方的にベラベラ喋るもんだから喉を酷使しすぎてだんだん喉が痛くなっちゃうっていうね、そういうねアホなことをやってるんですよ。うん、完成した。うん、ちょっと喉が痛いんでね、15分前後くらいでパートが終わるっていうのは非常にありがたいですね。ここヘビーは出てこないかな。オッケー。ああ、5000、おお、おいしい。全部、あれで5000パーツで出てきたらいいのに。パーツで合ってたんだっけ？ちょっとよくわかんないけど。うん。仲間へのメモ。そやな。あ、クラウザーの仲間へのメモか。はい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 。ね、マシュリーね、アシュリー拉致るときね、まあ多分クラウザーだったらいやらしいことはしてないと思う。でもサドラーは絶対に一発やろうと考えてると思う。まあ実際一発入れてるしかないね。うん。寄生虫だけど。うん、あの女、ねえ。まあ仲がいいということでいいんじゃないですか。なんだかんだでナイスパートナーだと思いますけど。はい。ああ、そっか。しまったな。マグナム、弾込めなきゃよかったかもしんない。まあいっか。で、マシンピ、あ、だからお金が足りないから、うん、ここはいいや。いや、うん、そうだね、いいな。迷うんだよな、でもな、やっぱりな。うん、で、あ、1.8 か。今、勢いでやっちゃったけど、1.8 か、しまったな。2.0 だと思ってた。1.8 か。微妙だな、まあ、ここで。わかった。ちょっと次回パート、ここで遊んでいくわ。うん。遊ぶパートにします。で、たんまり蓄えてから、クラウザー戦臨むことにしよう。うん、そうだ、そうしよう。OK。ということでね、本パートも最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。